ちょっとあの勝手に話をの話のきっかけだけつけさせていただきますけど、まあ、逆境をどう生きるかというようなテーマについて、映画監督の立場からこのなんか話せないかというようなお話だったわけで、まあ、確かにあの逆境といいますと今映画というのは、まあ、このもっと細かく言いますと私が映画の監督になりましたのが今から大体35、6年前で、その頃からもう不況の坂を転げ落ち始めてるわけですよね。ですからこの私が映画界で、なんかこの絶頂期、それは大体昭和33、4年頃だったわけですけど、そこから先、一人前になるほどにもう逆境の中を生きてまいったようなわけで、そういうことでしたら、まあ、お話もできるかなと思いましたが、あの聞いていただくのが皆さん のそれぞれの企業のトップの方々ばかりだというところで大変にこのビビってしまいましたのは、いわばですね、このトップの方を騙すところから始まるのが私の仕事なんですよね。あの騙すというと あれですけども、実際それに近いことも何度もありましたし、それは悪意でもって騙してるわけではなくて、自分でこれをやりたい、そして自分がやりたいと思う仕事でないと、お客さんを本当に楽しませる仕事もまたできない道理ですから、一生懸命この、まあ、このそのことをトップの例えば東映の社長に説得するわけですね。それが、まあ、監督の仕事の取っかかりなわけでして、それで あいつはダメだ、口ばかりうまくてどうのこうのとか、どうもやっぱりあいつの映画は理屈っぽいとか、それからあいつの映画は男にはウケるけど女にはウケんぞとか、というこの判断をされながら仕事がなくなってみる、なくなったりすると、今度は別の企業に行ってまた騙しにかかるわけですよね。ですからなんとなくそういうこのトップの方々ばかりずらっと揃っていらっしゃるというと、なんか被告席が座らされたような、なんかちょっと気分が重くなったというようなことがあったわけですけれども、まあ、しかし映画そのものがですね、ある種の誇張でもってある状況をどん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 作っていく、そしてお客さんに楽しんでいただくというのが仕事ですから、そんな真面目にものを考えてやれ表現とかなんだかんだというこの目の色を変えてるようなですね、現場とは限らないんですよね。そういう現場もあると思いますけども、立派な現場が立派かどうか分かりませんか、あの難しい現場もあると思いますが、私の場合にはどうもやっぱりみんなで、楽しみながら40人50人あるいは100人俳優さんもスタッフも一緒にワーワーと楽しみながら作る作り方をずっと意識的に続けてきましたので、それがもう何十年も自分の身についた生き方なもんですから、なんやこのバカ話聞きに来たんと違うとおっしゃられると困るんですよね。映画そのものがバカ話みたいなもんですから、私がこの映画に関心を持ち出したのは、太平洋戦争が終わりまして、日本国中が焼け野原になってしまいまして、私中学3年の時だったんですけども、それで学校へ行ってもしょうがないし、勤労動員というのがありまして、工場へ行ってたわけ、工場へ行って兵器を作る真似事をしてたわけですが、これも当然この廃墟になってしまい、学校も廃墟、なんもしょうがない闇市の中にできた映画館に潜り込むしか、まあ、この私にすることがなかったわけですね。それで、まあ、年配の方々は皆さん共通の体験をお持ちだと思いますが、今の若い連中には想像もつかんと思いますけど、それまで、私は外国の映画っていうのを見たことがなかったわけですよね。日本の映画はもちろん見ました。何本か学校から連れられていった戦争映画とか、
まあ、ハワイマネー沖海戦とか、そういうあれを見たことはあるんですが、外国の映画、つまり外国人というのを見たことが一度もなかったわけですね。水戸というところを茨城県の町で育ったわけですけど、それがまあこのいきなり焼け跡の映画館でこの映画を見た時にはびっくり仰天して、これじゃもう戦争に負けるはずだと本当に子供心に思ったわけです。それでまあ見れば見るほどに面白くなる。片っ端から見てあるにも、西部劇からアクション映画からミュージカルからメロドラマから片っ端から見て歩いたわけですが、どれを見ても面白い。そうするとその映画の持つ多様性といいますかね、その娯楽の多様性に本当に夢中になって、もう学校も放り出したまんま映画館に入り浸ったまま、いつの間にやらこの学校の上級学校の方もそっちの方の大学を選んでしまって、そして本当に映画バカとはよく言ったもんですが、映画のことをしか何も知らないままに卒業して、知らず東映という企業の中に潜り込んでしまったと。まあ、こんな話でいいんですかね。なんかこの辺でちょっと一区切りして、まあ助監督の頃の話とか、俳優さんとの話、俳優さんという妙な種族の人物、その人と現場で表現というものを軸にどういうふうに知り合っていったかというようなお話をもう、まあ、多少しようかなと思って参って、おるんですが、まあご存知だと思いますけど、映画監督の修行をするための第一歩は、まあ、この助監督として、監督先輩の助監督に命令されるままに、また時には直接監督に命令されるままにむやみに走り回って、あそこの見物人が邪魔になるからどかせといえばどかす、それからそろそろ次の俳優さんもここへ呼んでこいと言えばまた走って呼んでくる、それは女優さんの足の裏が汚れてる、拭いてあげなさいと言えば喜び勇んで拭きにかかる、でまあそういう、まあ何でもとにかくこの画面に映ったらどうなるかということだけをイメージしながら駆け回るのが助監督という仕事なんですね。まあ今でも笑うしかないのは、一番最初の仕事について、間もなくして突然その監督がですね、明日の撮影に蛇が必要だと言い出したわけですよね。でそれがね、まだ3月頃でしてね、蛇はちょっと今は無理だと思いますけどもと思っちゃう、シッ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 先輩、チーフセカンド一斉に監督が必要だったと言ったのが必要なの。わかりました、用意します。もう勝手に。それで終わってから、用意の仕方なんていくらでもあるじゃないか、蛇なんかの。大学行ってこなの、大学の研究室で。それで、なるほど。それで研究していくと、なるほど、このあったかいところで蛇がなんとなくうごめいてるんで、冬眠の状態ですからね。いくらあったかいところと言っても、なんとなくうごめいてるだけで勢いよくはならないんですが、とにかくその蛇を分けてもらって持って帰ってくるわけで、それでまあロケーションに行った。ロケーションに行ったらまだ3月ですからね、それもこの大目の山の中へこう谷川を渡るところですから、入っていくと雪が降り出したわけですよね。蛇を出しなさい、えい、蛇ここにドターッとなると動きはしないわけですよね。もう半分以上冬眠状態で寒いしガチガチになってるわけですから、これが蛇か、蛇ってのはニョロニョロと動くもんだ、そんなことを言われてもしょうがない。それでまあ一計を案じまして、近所にそのお役所さんのうちがあったもんですから、そこへ行って、すいません、ちょっとこの七輪を貸してください、七輪と炭を分けてもらってきて起こしてですね、
を温めようとするわけですけど、飲まないのがうまくいかないんですよ。ほんで、すみません、持ち網ありましたら貸していただけませんか。七時に火を起こして持ち網を乗っけてですね、そこへやわらかの凍ったイワシみたいな火を乗っけるわけですよね。どうなるか、そうすると熱いもんですからニョロニョロって動き出すわけです。それっていうわけでカメラの前に放り出して、回してください回してください、早くしないとまた動かなくなる。すぐ動かなくなるんですよ。ほんで、まあもっと必要だ、もっとニョロニョロが必要だ、もっと動かせもっと動かせ、それをまあ何度も何度も繰り返してる、とうとう蛇が焦げてきてしまう。サンマじゃないって言われながら、すいません、メイキャップさん、ちょっと来て、このメイクしてやってください、この茶色の落として、青く塗って、それでまた、なんもなんでも、鱗は剥げるし、かわいそうだから、誰かメンソレーターも持ってないかなとか、まあ、それ、そういう経験が一番最初のあれでしたね。まあ、バカなことと言えばバカなことなんですけど、なるほど、監督の命令っていうのは絶対だと。まあ、自然の摂理も何もないわけですからね。それが最初のというか、世にも奇妙な世界に入ってきちゃったなということの体験でしたね。よく役者バカとかね、映画バカとかいうのと同じように、やっぱりそう思い込んでしまう人間ってのがいるから、まあ、撮影所ってのは楽しい側面がある、じゃないかと思いますね。よく飲んでいても、もう今日の昔亡くなられた先輩の方でも、あの人はこうだ、いやあの人はこうだったというような話が、実にこの酒の魚として、いい、うまい酒が飲めるといいんですかね、いうような方がいらっしゃいますが、大友龍太郎さんという、三月茶禅とかね、一黒東映の時代劇に担ってた方でしたけど、この方が本当に仕事熱心な方だったけど、笑いが絶えなかったというのは、まあこの三月茶禅はご存知の通り、片目片腕で右手はこう隠しても、まあこうやってちゃんちゃんバラバラをやって、バッタバッタとやって、パッと血ぶるい、刀を振って血ぶるいという、血を振るい落としてポーンと鞘を収める、それが非常にかっこいい、大ぶりなあれで人気のあった方ですけれども、その大友さんが ある時立て衆を呼びましてね、どうも同じことばかりやってて、これは面白くなくなって、僕が飽きちゃった、きっとお客も飽きてるよ、なんかこのこういうあれでなくて、うまいことを考えてくれないか、うまい、例えば刀っていうのは切った後というのはこれで血は払い落とせないから、大概この返しというやつを持ってて、それで拭うだろう、返しで拭いたいという、刀で拭いたいと言ったわけですよ。これは非常によくわかるんですがね、片手一本で刀を持ってて返しをどうするんだ、返しでどうやって拭くんだ、立て師が悩みましてね、それで一生懸命何か考えます、考えます、ちょっと時間ください、それで何日か経ってできました、聞いてください、言って何か喜びにさんできたらしいんですよ。そしてそいつが発明したあれというのは、まあこの懐に返しはあるわけですよね。ただ同時に右手も突っ込んでるわけです。右手も突っ込んでるから、まあそんで左手でちゃん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 とやってですね、ちゃん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 とやって、それで一番最後に切り倒した後にスパーンとこう後ろで決まるんだそうです。そんでここでさっと。そうするとお客がうわーっと湧いてね、ものすごく喜んでくれた、喜んでくれるだろうと立石は言ったわけです。
ほんで大友さん聞いてて、ほらほらお客は驚くに違いない、後ろで来るんですからね、それでよし今度は今日はもらったぞというわけで、本番になって言ってんだ、ちゃん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 、うまい具合にいったそうですよ。そのうちね、張り切りすぎたんですかね、くるっと回ってくるくらいですお客さんにもう立てしがいたたまれなくなって逃げて帰っちゃったまあそういうこと、あの熱心なのはいいけれど、そういうこのおかしな失敗を真面目すぎて、するというような方でしたね。晩年その非常に真面目な方だったんで、セリフが覚えられなくなったと言って、飛び降りて亡くなられてしまった。でまあだから才能について言えば、そういうこの無残な、無残と言っていい、死に方をなさった方を酒の魚にして、しかも笑うというのは、これはいくらこの活動家といっても不謹慎ではないかという気もどこかでするんですが、なんかやはり我々の寛容というものは、生きているうちにどれだけその遊んで、どれだけお客をに楽しんでいただいて、それでいつ終わろうと差し支えないようなものじゃないか、終わり、またどういう終わり方でもいいものじゃないかというようなのは、なんかやっぱり私もそうですし、どこかみんな活動や共通に持ってるようですね。そういうこのアナーキーなというか、ニヒリスティックなと言ってもいいと思いますが、まあどっちみち、この人間いずれはおかんに入るわけですが、人間の価値はおかんに入った時に定まるなんていう言葉もありますけど、価値が定まらなくたっていいじゃないかというようなことで、自分も支えないとどうもこの家業はやっていけないようなもののようですね。それでそれはそういう仕事があっていいだろう、あんまり世の中の役には立たないかもしれないけれども、まあ映画というものはなんかそういう、やっぱりみんながわーわーと、寄ってたかって作り上げる一つの夢幻の伝道みたいなものであってもまたいいんじゃないかというように思うわけですが。大ヒットシリーズとなった仁義なき戦い、戦後の広島で実際に起きた暴力団の抗争事件をもとにして作られました。裏切り、暗殺、そして報復、暴力団の内部抗争によって次々と若い組員が命を落としていきます。我がおらんようになったらどうなるかの。深作さんは命を懸けた男たちの戦いを迫真の映像で表現、彼らの苦悩と怒りを生々しく描き出しました。何すんだ、ヒロお手は腹くった上でやっとるんか。山森さん、弾はまだ残っとるがよ。代表作蒲田行進曲、撮影場舞台に繰り広げられる人情喜劇です。なんだなんだ、元気やねえなお前ら。お前誠、運転手あれ。だって銀ちゃん免許持ってないでしょ。バカ野郎、これキャデラックだぞ。キャデラックに免許がいるか。スタート。映画作りに青春をかける俳優たち、深作さんはおかしくも悲しい人間模様に光を当てました。あんた！あんた！児
仁義なき戦いというのはヤクザの組長の指揮をもとにした、まあいわゆる実力ヤクザ映画といわれるものだったわけですが、これはできるだけこの手持ちのキャメラでリアルな映像を追求してみたい、それで人間が殺したり殺されたりする関係あるいはそういう状況というものをできるだけリアルに捕まえてみたいと思ったわけですね。その他は、まあ、例えば蒲田行進曲という映画がありまして、これは撮影所の中で生きるこの大部屋の俳優さん、それからスターさんたちを主軸にして、それにいろんなスタッフが絡み、それで、みんなそれぞれに一番最後にはそれぞれの目的に向かって突っ走っていく、それまで何かデタラメの数々を繰り返していた人間たちがいつの間にかやはり生きるか死ぬかという、例えば 大きな階段から転がり落ちる大部屋の俳優さんの生き様の中に人間の愛感を見ようとする、まあそういうそれぞれにそれぞれの作り方というのがあって、作り手は監督は私なんですけれども全然違った映画になっていたと思います。まあそういうことだから、まあ比較的何本も作り続けることができたんだと思いますが、でも確かにあれですね、監督の仁義なき戦いシリーズ、はいはいはい、あれ全部私拝見させていただいたんですけども、あの中に何か感じるのはやっぱりニヒル・アナーキーっていうような部分を見終わってみると非常に感じましたね、やっぱりそれ意識されて、いやそれと同時に私自身がきっとそういう考え方をするもんだから、あの素材にすごくのめり込んだんじゃないかと思いましたね。あの切り口で我々はちょっと一言欲しいんですけどね。あの仁義なき戦いの切り口で我々に勇気づけなり、勇気づけですか。それまでね、僕はああいう親分がこの世に存在しうるということは全然想像もつかなかったわけですよね。それでまあ親分というのは子分をとにかく悪い親分は悪い親分なりに束ねるもんだと、それで初めて親分があり子分があり、それが秩序というもんだと、まあ思っとったわけですね。ほんでまた一方この引いてみますとね、例えば新橋あたりの焼き鳥屋さんで、飲みながら話を傾けていると、やっぱり自分の上司の褒め言葉を言うサラリーマンってのはあんまりいませんな。悪口ばっかりですね。そうするとだんだんもうヤクザと片木さんの差がね、だんだんなくなってきてて、あやっぱりこういうふうに人間も見てる方が生きていくのに幸せだと、幸せな気分になれるんだと思ったりするもんですが、ご期待に添えましたでしょうか。ちょっとよろしいですか。どうぞ。まあ、ちょっと友人にも映画監督ってちょろっとやったりしたりおられるんですけどね、はい、で、まあ、非常に映画作るともうやめられなくなっちゃうと、うん、麻薬なんだよって言うんですよ、うん、もちろんものすごい借金作って今やめて、うん、またたまったらやりたいって、うん、何があるんですか。僕らじゃちょっとよくわからないんですけどね。何があるんでしょうね。つまり絵描きが絵を描き出したらやめられなくなる。まあ同じように映画もなんかそういうふうに、捉えて離さない、ものがある。それはやっぱりいろんな技術上の問題やなんかの新鮮さというのもありますけれども、やはり時代がこう変わって、
新しい人間が新しい人間を作り出そうとする、例えば愛なら愛というものを彼らなりの視点で作ろうとする、それがうまくいった場合というのはもうなんかこれまで何十年もこういう世界に生きてきて、そしてまた実際の生活でも愛というものから遠ざかって親しい我々みたいなロートルと違ったみずみずしいこの作品を送り出しうるというようなことでしょうかね。そういう意味ではヤクザ映画も例えば蒲田行進曲のようなある意味で何と言ったらいいんでしょうか、一つの青春映画とでも言えばいいんでしょうか、その他メロドラマもありましたしミュージカルもありましたし SF もありました。片っ端からやる機会だけはこの逆境の中でも自分でそういう機会には恵まれて、幸せだったなと思っておりますけれども、それでもまだやり尽くしたと思えない、そういう多様性を映画ってのはやっぱり持ってるものだと思います。ですから次から次へと社長さんのところへ行ってはこの企画この企画、気の多いやつだなと言われながらそういうことを繰り返してきたわけですが、私は蒲田行進曲ぐらいしかですね、申し訳ないですけど見たことがないんですけども、一応ドローナー式に監督作品集っていうのをですね、一応リストを見まして、4年か5年間ぐらいその年2本も3本もですね作られてた時期があってですね、これは要するに非常に大ヒットをしてたことだと思うんですね。私どもがやってるような、パソコン関連のですね製品でもある程度流し入れるとそれが波及効果といいますか、次のものを出しやすいとか、いうことはあるんですけれども、こんだけこう大ヒット作を飛ばされた監督であれば、要するにビジネス的にももっともっとですね、要するに楽な展開ができるんじゃないかなと、私はそういうイメージで今日は来たんで、なんでテーマが逆境なのかなっていうふうに意外な感じで臨んだんですけども、やっぱり日本の映画界ってなかなかビジネスとして捉えた場合には難しいのかなと、映画ができ始めた、映画が一番力を持っていたというのはやっぱり日本で言えばどんな映画作ってもワンワン入ったと、終戦直後のある一時期なんかそうだったわけですけども、やっぱり非常に素朴な娯楽、つまり娯楽が乏しい時代っていうのは映画はやっぱり力を用いていましたね。この旅だグルメだなんだかんだと言い出すとですねそういう夢に騙されなくなってきている人間がですね、そんなこのお粗末な夢なんか見たって楽しくないわよというようなことに現実になっているような気がするんです。つまりそれに勝る夢もこっちは与えなきゃいけないし作らなきゃいけないわけですが、同時にまたこの気短な言い方をすれば夢見る能力を人間でなくしつつあるんじゃないかというようなこともつい言いたくなる。最新作おもちゃの撮影現場です。今年の1月から4年ぶりに深作さんは映画制作に取り組みました。舞台は昭和30年代の京都、17歳の少女が貧しさゆえに芸者置屋に身を置き、やがて自ら進んで舞妓になっていく物語です。二番の命はどう書くの、こうしてこうしてこう書くの、二番のロの字はどう書くの。深作さんはあえて主人公に無名の新人女優を起用しました。下駄の履き方から立ち居振る舞いまで舞妓になりきるために3ヶ月に及ぶ厳しいトレーニングが続きました。深作さんは逆境の中でもたくましく生きていく女性の姿を描き出そうとしています。結局ちょっと降りてるわお前、
深作組と呼ばれるスタッフは100人余り。監督自ら率先して掃除や力仕事もこなします。スタッフ全員で楽しみながら作ること、それが深作組のモットーです。この間までやっていたおもちゃというのは、これは芸妓班、舞妓班の映画なんですけれども、これはやっぱりこの現代の、まあ、20歳になるやならずの娘でしたから、下駄履いたこともない、下駄履いたこともないのがいきなりこの下駄履いてごらん、ちゃっ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 とこう歩けないんですよね。おっかなびっくり、アヒルが歩いてるみたいなことなんです。これはダメだ、あんたは本当にいいあれを持ってるから、ぜひこの主役、本読みなんかするとすごくいいんですよ。で絶対この子で行きたいと思うんだけど、それにはこれはちょっと時間かかるな。それでまあ着物の着付け、いろいろこの立ち居振る舞い、本物の舞妓班に連れてって、舞妓班と合わせていろいろ見学させたり、また沖屋に連れてったりもする。それで毎日毎日3ヶ月かかりましたね。そのうちにやっぱり面白いもんで、今の舞妓さんよりも行儀はピシッと決まるようになりましたね。そのためにはやっぱりその3ヶ月の訓練というのが必要だったんだ。そういうところを通過してこなかった方というのは怖いもの知らずというか、何というか、つまりここのところはピシッと改まらなきゃいけないんだという身構えといいますかね、心の中での構えができない。それでそれはやっぱりこの頃そういうふうに口うるさい人間が少なくなってますから、どうしても甘やかしちゃったり何かする。そうすると本人も気がつかないと。それでそれはやっぱり世の中の仕組みが悪いんであって、彼女らの責任ではない、また文化も文化のせいでもないと思いますが、やっぱり日本の文化そのものがいつの間にやらそういうふうになっちゃってる。若者を甘やかす文化になってしまっている。これは絶対確かだと思いますね。先ほどのお話で、まあ、100人から200人の、はい、スタッフを使ってですね、で産経の仕事であると、で監督さんとしては、助監督の経験を積んで、しかし将来監督としてっていう、その下積み期間ですね、で他の例えば大道具さんだとか、小道具さんだとか、そういう方たちの、まあ言うなら自分たちのところの、社員を考えた時にですね、今給料出せなくても、将来があるから、見といてくれよと、もっといい生活を保証できるから、いうような話はできるけども、こういうふうに映画の世界でですね、実際に一本映画を撮る、先がこう見えないわけですよね、その先というのは、そこら辺どういうふうにこう話されてるのか、そこでのこの人間的な関係というのはトップの方とはまた違ってくると思いますが、監督の場合はですね、この例えばそうですね、ある茶碗が必要だと、その茶碗を持ってきてくれ。そうすると子供さんという係がいまして、そこへ飛んでってこの茶碗を持ってくるわけですよね。ほんで一発で決まりはいいんですが、おい、これがこの場にふさわしい茶碗かと。つまりそういう時に出てくる人間関係っていうのは、その人の感性といいますかね、また表現の意欲といいますかね、それにものすごくこの関わるところが多くて、それで例えば茶碗を頼んだ茶碗、異常の茶碗が来たとする。そうすると取る目つき、それを取る目つきがもう変わってくるわけですよね、監督の目も、カメラマンの目も、そうすると持ってきた人間は嬉しいんですよ。ほんで正面もがまたあっちからこっちからこうやる、でそれがまあ例えばですね、今なら誰かな、
昔だったら富士重工さんみたいなのが来てこうやってね、はい、この綺麗な手で美味しそうにお茶飲んでくれたらもう言うことないというような、そういう世界なわけですわ。ですから、言葉でいちいち言わなくても本当に俺は頼りにされてるんだと言うと、まあ、今はほとんどタイトルに名前が出るようになりましたけど、終わりの方に、前はタイトルに名前なんか出ない時が多かったわけですよね。それでもやはりそういうみんなの信頼を受けてるということが本人の産業の喜びの生きがいになる、これは確実にありますね。そういう現場が一番やりがいがある現場というものであって、スタッフを結びつける核になるもんでしょうか、だと思いますね。私はこの映画のことしか知りません。一番最初申し上げた通り、普通の社長さん、やっぱりいろいろ責任やなんかが終わるでしょうから、こういうこのいろんなね、状況が悪くなってくると、このなかなかこの遊ぶという具合にはいかんだろうと思うんですがね。幸いにして我々の場合には、つまり表現という遊びがあるもんですから、そういう変な人間関係が成立するといいますか、結局しかしどちらかといえばやっぱり変わった人たちの集団ですよね。なんか本当に片身の方とはね、どうしても違う。そういうこの言うたら虹をつかもうとするような実態がそれですから、それで儲かるんだという保証ってのは全くないですから ね、まあ、ねですから企業としたら非常に危ない。いや、撮ってる間は、作品を撮ってる間は辛いということは、いやもちろんイメージがどうも出てこないとか行き当たってしまったけど、もうこの撮影に行かなきゃならん、どうしようとか、そういうことっていうのはしょっちゅう繰り返してありましたけれども、そのこと自体はなんとか食らいついていれば解決がついたことなんで、まあ一番つらかった、これがまた困ったことに私の場合つらくなかったんですけど、映画を撮る機会に恵まれない期間が何年も続いたりするわけですよね。2年や3年は珍しくない、なかったわけで、それがそういや本当はこの作れないんだから辛いと思わなきゃいけないのに、この辛いと思わずに遊びほうけて酒ばっかり飲んでいる、そのうちに、ふとこれをやってみようかなという気になってくるというわけですから、結局はあんまり辛いと思わなかったから今日まで映画の世界と関わってこれたのかなと、もっと真面目にこのやれ仕事をしなければとかこのままでは自分の仕事は あるいは監督生命は終わりだぞなんていうことを必死になって考えてたら、まあ1年もたないで気が狂うんじゃないかと思いますね。当てのある仕事では職業ではありませんから。だからやっぱり知らず知らずの間にこういう時はもう考えないことだという生き方が身についちゃっていたか、よっぽど子供の頃から自堕落にできていて、それがまあ映画の世界に向いたということなのか、まあ両面があるような気がしますが、ですから逆境をどう生きるかということについて言えば、極めて無責任な言い方をすればあんまり考えないことと、いずれ時間が来ればその時が来れば自然に解決されるであろう、解決されなかったらそれはそれでまた仕方がない、往生するしかないというようなことでしょうかね。さっぱりお答えになりますね。十分か。十分。どうも勝手なことをベラベラと喋りまして、どうも先生ありがとうございました。また家が当たってた。どうもありがとうございます。
公演は3時間に及びました。不況に立ち向かっている中小企業の経営者の皆さん、逆境の中でも常に楽しみながら仕事に取り組む深作さんの姿に、出口の見えない時代の一つの生き方を見出していました。どうもありがとうございました。日本映画もこれからもよろしくどうぞ。